フランソワ・ブッフィエ函館にて。フランソワ・ブッフィエは19世紀のフランス軍第8、歩兵大隊の歩兵。慶応3年、彼はジュール・ブリュネに同伴し、軍事顧問団として日本にやってきた。軍事顧問団は幕府伝習隊を調練した。慶応4年に戊辰戦争が勃発すると、軍事顧問団の隊長、シャノワーヌは勅命によって日本から立ち去った。しかし、ブッフィエはフランス軍の職を辞し、幕府側で戦い続けることを選んだ。彼は函館戦争に参戦し、エゾ共和国軍の4烈士マンのうちの1隊の隊長を務めた。明治2年4月9日、新政府軍は北海道に上陸、5月11日五稜郭に立てこもる函館政権軍に対し、明治新政府軍の総攻撃が開始され、五稜郭は陥落。5月18日総裁、榎本武彰は新政府軍に投降した。フランス人らは、榎本の勧めに従い、総攻撃前の5月1日に、函館港に停泊中のフランス船に逃れた。その後、ブッフィエは、共に、函館で戦ったアルテュール・フォルタン、ジャン・マルランと共に、明治3年、当時大阪にあった、兵部省に雇われた。さらにその後、東京に移った、兵学寮に雇われた。ブッフィエは、日本女性と結婚し、二人の息子を設けた。ブッフィエは1881年に死亡、横浜外国人墓地に埋葬された。また、彼の二人の息子も同所に埋葬されている。なお、息子のオーギュスト・ルイ・ブッフィエは、フランスには一度も行ったことがなかったが、フランス国籍であったため、第一次世界大戦が始まると、フランス軍に召集され、ヨーロッパへ出征している。ありがとうございます。